極めてこそ真の帝王。皆さんこんにちは。バウンティーラッシュ楽しんでますか？バウンティー界ナンバーワンの人気を誇る最強ゲッターおでん。そんなおでんをゲットしたはいいけど、どうやって使えばいいかわからない。結局おでんはどういう使い方がいいの？おでんの強みを生かした立ち回りって何？そんな悩みを耳にタコはできるくらい聞いてきました。そんな皆さんに向けて、バウンティー YouTuber 界初となる完全編集されて、どこよりもわかりやすくなったおでんの立ち回り動画を公開します。この動画を見た人が一人でも多くおでん使いの名人となり、リーグで活躍できるようになることが最大の目標ですよね。それでは早速やっていきましょう。さあ、どんどん紹介していきたいところですが、おでんの強みを知っておかなければ立ち回りで活かせる部分を想像できません。はじめにおでんの強いところをまとめておいたものを見ていきましょう。おでんにはこんなにもたくさんの強い点があります。しかしですね、これら全てのうち最強だと言われるゆえん、最高峰の機動力には実はまだ最高峰にさせる続き、立ち回りの掟があったんです。立ち回りの掟については後ほど紹介します。立ち回りの掟とつながるおでんを最強にさせる厳選された特徴はこちらです。おでんの恐れられている点はその攻撃力にあります。ゲッターとして旗を抜く力を持ちながらも、すべてのディフェンダー、お宝エリアにいるキャラ、すべてに通じるこの特性はまさに一級品。ではなぜこの特性が立ち回りへとつながっていくのか。それはバウンティーラッシュのゲーム性がおでんというキャラと全く矛盾しているからなんですよね。どういうこと？と思いましたよね。順を追って紐解いていきましょう。バウンティーラッシュのゲーム上、アタッカー、ゲッター、ディフェンダー、その全ての役職に役割がついています。アタッカーなら旗を取るサポートや、ディフェンダーが旗を守ることをサポートする仕事、ゲッターなら旗を取り次の旗までなるべく相手を攪乱する仕事、そしてディフェンダーなら自陣となった旗のゲージを貯めつつ向かってくる敵を迎え撃ち死守すること。これが一般的なバウンティーに備わっているゲーム性です。この通りに動くと勝敗は個々のキャラの強さとキャラの動かし方、立ち回りに依存してくることが分かりますよね。それではここでおでんの特徴を並べてみましょう。するともうお分かりいただけた通り、おでんはどれにも属してないんです。全て当てはまっているという言い方ではなく、どれにも当てはまらないからどのキャラでも対策ができ、逆にどのキャラでも対策をされてしまうということだったんです。確かにですね、おでんと対峙した時、このキャラでもあのキャラでもいけそうだなって想像したことはないですか？おでんは意外にもバランスよく全てのステータスが高いキャラだったことで、どのキャラでも対策の仕様がある性能をしていたことが分かりました。ですが、通常攻撃の距離や移動速度、無敵スキルの使うタイミングなど、そのプレイヤーのスキル PS が合わさることで、そのおでんが何倍にも強くなるキャラだったんですね。自分にはこのキャラは使いこなせないと思わず、自分のキャラの扱い方 PS をどれかに突出させて使っていくことも大切になってきますね。さあ、おでんの秘密が理解できた上で、おでんにしかできない立ち回りの掟の鍵へと迫っていきましょう。一つ目は裏取りについてです。裏取りとは本来かなり危険な行為なんです。場にはだいたい均等にスタイルが分かれてスタートします。基本的にアタッカー2枚、ディフェンダー1枚、そしてゲッターが1枚です。多い時はゲッターが2から3人出てきたりする時もあります。そのためですね、一陣を守るのがディフェンダーの役割、二陣の旗のゲージを上げていき、一陣のディフェンダーが二陣へ上がりやすくするのが二陣のアタッカーの役割。そうすると3陣目を残りのアタッカーとゲッターで取りに行く展開がベーシックなゲーム開幕時の動きとなってきます。しかしですね、ここで一陣のディフェンダーの元へ向かっていったらどうでしょうか。敵の一陣を落とすことができれば、二陣のアタッカーでも引きつけることができ、場の状況として前線の敵2体に対して味方前線3人となり、中央旗を取れる可能性が高くなります。裏の対応に敵2体を引きつけるだけで、その試合全体の勝率をぐっと引き寄せることができるんです。しかしですね、裏取りへ行き2体を引きつけたとしても、すぐに倒されてしまえば復帰までの間味方は3対4の状況を作られ、一気に攻め込まれてしまいます。これでは早々に試合が決まりかねません。ではなぜこんなディスクが多いのにもかかわらずおでんの裏取りを進めるのか。それはおでんが耐久とバウンティー界最高峰のスキルを兼ね備えているからなんです。おでんにはこのスキルがある通り、旗を抜きにかかるとき、旗を抜いた後と、どちらも恩恵を受けやすい性能になっています。敵陣へ乗り込んだときにですね、耐久力への恩恵を受けやすいようになっているんです。またですね、おでんの裏取りをおすすめする理由としてこの2つのスキルがあるからです。特に桃源戸塚は別格のスキルになっています。バウンティー界最高の瞬間移動スキル、スキル攻撃合計860の火力スキルはこの特性とうまく噛み合っていますね。自分が裏取りへ行っている間、味方は他の3人を相手にします。そして中央側に残される味方は中央へ来る敵2体と対峙しなければならないことから、負けてしまう確率が高いんです。味方を犠牲にしろとは言いませんが、犠牲になってしまったとしても余計におでんの裏取りが成功する確率も上がり、勝利が近づいてきます。ではそんな一長一短ある裏取りですが、皆さん、その裏取りを成功させる確率を上げる判断材料、立ち回りの掟、裏取りの鉄則の鍵を知りたいですよね。それは
味方ゲッターが2体以上いるとき、相手のキャラを見て PS 的にも勝てそうだと思えたキャラの場合、そして2体を引きつけても勝てるような自信があるとき、味方が2陣3陣へと間に合うとき、また間に合わない場合だとしても味方だけで勝てそうだなと見込んだとき、そしてそれらでキャラの総合値から見て4取りを行える可能性があると見込んだとき、これらに当てはまる場合、おでんは積極的に裏取りへ行ける合図になります。果敢に飛び込んでいきましょう。そして裏取りを成功させた後の動きも大変重要になってきますよね。こちらが裏取り後の動きの一覧です。たくさんあって難しいと思いますが、簡単に言いますと、波は寄せてはまた引いて戦法です。ちょっと自分で言っていてダサいですが、本当にこれです。一度裏へ行き制圧したら敵のリスボーンが出てくるまで耐久しましょう。引いている時の目安となる人数は2から3人です。おでんの裏取り能力はゲーム終盤まで取っておきたいです。そのためやられそうだなと思った相性の悪いキャラが出てきた時などは随時引いていきましょう。じわじわ引いてくると基本的に中央旗付近で乱戦になります。乱戦時も裏へ行くように常にマップを見て裏の状況を確認しておきましょう。特にリスボーンで厄介なのはカイドウです。ディフェンダーカイドウは後半になるにつれてその防御力からなかなか旗を奪えなくなります。そのためカイドウをはじめとする防御力高い系ダンシーズは防御力が上がる前に先に倒すように心がけていきましょう。このようにですね、敵を寄せつけない神の息吹がかかったおでんはまさに孤高のゲッター、もはや誰も手はつけられないでしょう。そんなおでんに対して唯一常に対抗できる環境キャラクターがいます。それは赤犬とヒグ、赤犬とロジャーです。天敵赤犬とロジャーに対しておでんはどのように対策していくのか知りたくないですか？まずはロジャーからいきましょう。一番おでんが苦手なロジャー、ロジャーのスキルよりもおでんのスキルの方が早いので、ロジャーのスキルを見てからおでんはスキルを使うようにしましょう。一番難しく一番大切な間合いについてですが、おでんの2から3体分くらいの間を空けておくことを意識しておくだけでも基本的に通常攻撃を受けず、それでいて一番敵の攻撃が当たりやすい距離になりますよ。ロジャーの代名詞カブサリはバウンティー界切手の最速スキル。しかしですね、何回も対戦していけば10回くらい食らいまくると慣れてきますよ。ぜひビシバシ食らっちゃってください。そして次に赤犬です。赤犬で最もおでんを殺しにかかってきているものはマグマグモードです。そのためタイマン勝負ではいきなり桃源トスカを撃つ、間合いを取ってマグマグモードになったら一気に通常攻撃移動や回避で引いてきて距離を取ります。距離を取ることによって旗を一時的に取られてしまいますが、ここはグッと我慢してその時を待ちましょう。マグマグモードが切れてから回避を誘って桃源突火やガンモード機などを当てていきましょう。しかしですね、敵の赤犬の体力が少ない時は流星火山にうまく合わせてジャスト回避をしていくことが大切です。ジャスト回避後すぐに通常攻撃を当てて無敵を剥がしていきましょう。体力が少なくなっている時や相手チームが勝っている時は赤犬は特性上強くはなっていかないので、しっかりそこを狙っていきましょう。さあ、ここまでおでんオリジナルのお話をしてきましたが、ここからはそのおでんをさらに強くするメダルとサポートの話に移っていきます。おでんに有効的なメダルセットはこちらです。一つずつ場合分けして見ていきましょう。まずこちらのメダルですが、この動画でも紹介しました通りの情報になってきます。皆さん作れるメダルですので、ぜひ作ってみてくださいね。次にこちらのメダルセットです。こちらも皆さん作れるメダルセットになっています。しかしですね、黒ひげメダルはガチャで黒ひげを当てないとダメなこと、環境にぼちぼち黒ひげが味方で戦ってくれるタイミングが少なくなっていることを加味してもちょっと難易度は高めです。しかしですね、このメダルにした理由としてティーチが大きく関わってきています。ティーチメダルは自チームのお宝エリアにいることでスキル位置を短縮してくれます。おでんの場合ですね、自チームで耐久する立ち回りが多くなるので、自チームでスキルを回していけるメダルが合っていると言えるでしょう。そして次はこちらのメダルです。こちらは今作ることができない定番ゲッターメダルになります。そのためですね、基本的にはこれまで解説したものを使って立ち回っていくのがいいでしょう。そしてここまでつけたメダルセットは基本的に防御盛りの方がおすすめできます。理由としましては、おでんは耐久メインの戦いとなることが多いからです。体力が回復するケースが旗をダッシュした時となかなか回復しないイメージがあります。しかしですね、受けるダメージ減少と味方がピンチな時に強くなる頼れる部長感があるのがこのおでんの特徴です。そのためですね、防御と攻撃盛りにして前半を常に上げていくおでんの立ち回りが最強の男をさらに最強にさせていきます。この他ですね、始めたての方やみんなが使っているメダル以外で揃えたいというそこのミーハーの方に向けて、おでんの最適解メダルをまとめたものをご用意しました。ぜひ参考にしてみてください。そしてここから
はまだ始めたての方、おでん手に入れたけど2枚のメダルがわからないという方に向けたメダル紹介になります。一覧がこちらです。ここからかいつまんで紹介しますと、おすすめはハンコックメダル2枚、キットメダル2枚、マムの2枚、モリアとブルックかナイトメア、シャンクスとバギー、バウンドマンとルフィローになります。それぞれ共通しているものとしてスキル1短縮になります。バウンティーキャラでは珍しいスキル1回転型のキャラクターです。スキル1には無敵状態がついており、無敵を高回転することがおでんのパフォーマンスを引き出す方法になってきます。今紹介したメダル以外でもスキル1短縮を目標に作ってみてはいかがでしょうか。これらのメダルも防御盛りにしていくことによって、どのキャラにも共通して使えるメダルになります。耐久性能はいくらあってもいいですからね。さあ最後にサポートを紹介していきます。サポートではこの動画でもお話ししました通り、新世界グランドラインが無難です。しかしですね、それが整わないという方は新世界をつけることをおすすめします。新世界サポートは苦手属性の攻撃力が 15% 増加するので、赤犬に対して強く出れるでしょう。またですね、その際のロジャーへの対策は正直殴り合いを制するしかありません。ロジャーはおでんにとって同属性以下での唯一の天敵です。なるべく攻撃は受けないように間合いで立ち回っていきましょう。ここまで見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。では次の動画でお会いしましょう。ではまた。